ペッパたちはビーチへやってきました。ペッパとジョージはビーチが大好きです。荷物がいっぱいね。帰るときに忘れないようにしないと。パラソルにビーチバッグ、タオル、バケツにシャベルに水玉のボール。そうね。じゃあまずは日焼け止めのクリームを塗りましょう。日差しが強いので遊ぶ前に日焼け止めを塗ります。ビーチでボールは使えるかな。大丈夫そうだ。二人はこのボールが大好き。ジョージ、ボール投げて、私がキャッチする。ジョージ、キャッチして。おやおや、小さいジョージにはキャッチできません。泣かなくていいよ。二人とも海に入りたいかい？うん、海に入りたい。じゃあ浮き袋をつけて。これでよし。その浮き袋かっこいいぞ、ジャージ。私も。よし。これで海に入れる。やったー。お水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピッグが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめた。わーい。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ？うん、遊びたい。ダディ、ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？あー、そうだな。お願い、ダディ。あー、わかったよ。やった。ペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこら。できた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ、ダディ。これでよし。あー、なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの。こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツを上げるとコアラできた。砂のお城です。コアラできた。砂のお城がもう一つ。ペッパー、ジョージ、帰る時間よ。忘れ物しないようにね。忘れてるものがないかチェックして。タオル、ビーチバッグ、パラソル、水玉のボール、全部あるよ。何か忘れてる気がするんだけど。うん。そうだわ、帽子を忘れてた。ダディ、ダディを忘れてた。本当、ダディを忘れてたわ。なんだ？ダディのこと忘れていくとこだったの。でもジョージが覚えてた。ジョージが覚えててくれてよかったよ。学校のお祭り。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。友達の猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちは、ペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ。フェイスペイント。僕は風船。
僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたね、ペッパー。あとでね。ジョージ、お前はどれが好きかな？ダイナソーか。あら、ジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあ、ダイナソーの風船を探してみよう。まあ、ダディピック、ダイナソーの風船なんてあるの？ああ、きっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？ああ、もちろん。ミスラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミスラビット。ねえうわぁ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえペッパー、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよそれじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャン。ゴー。ワン。ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうかみんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞ。ペッパ、カンガルーのをください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いしますはいはい、どれもありますよいよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピックは何をするのでしょうか？できた。これが何かわかるかな？もしかしてカンガルー違うよ、これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次は後ろのトランポリンねペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きですこんなに楽しいお祭りは初めて ピクニック今日はお日様がキラキラ、ペッパたちはピクニックに出かけるようです。ダディピックがバスケットを持ってきました。ブランケットにパンとチーズ、トマトにレモネード、他に何か忘れてないかな？マミーのストロベリーケーキわざと言わなかったんだ。マミーの手作りストロベリーケーキも入ってるよ。準備はいいかな？オッケー。じゃあ出発。よし、ここならピクニックにぴったりだ。わーいあー、外は気持ちがいいな。運動のために少し走らないか？
ランチを食べたらお昼寝したいの。走りに行くのはやめておくわ。ダディは走ってきた方がいいよ。お腹が大きいんだもん。そんなに大きくないよ。でも後で運動するよ。ダディ一人でもね。食べましょう。それがいいね、マミーピッグ。お腹がペコペコだ。うまいな。はあ、なんだか眠くなっちゃったよ。ダディピッグ、走りに行くんじゃなかったの？あとでね。見て、おうちにアヒルさんがいる。マミ、アヒルさんに餌をあげていい？ええ、残ったパンをあげるといいわ。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミ、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ。おねだりに来たの？もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミーピッグのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大嫌い。シッシッ。大げさだな、マミーピッグは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって。じっとして、マミーピッグ。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ早く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。ダディにありがとうって言ってね。どういたしまして。そろそろ帰るわよ。アヒルさんにバイバイは。バイバイ、アヒルさん。じゃあまた来るね。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよ、ダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとう、ペッパ。どういたしまして、テディ。はい、オレンジジュースよ、ミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしまして、ミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから、ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来て、たくさん雨が降るの。早く、雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。
ペッパー、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパー、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いでダディピック、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ、まだしばらくは降らない。ほらやっぱり、まだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね、乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさいダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよダディピック、すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょうダディピック。心配ないよ。ダディピックは床にバケツを置きました。さすがねダディピック。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞペッパー、朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭にはドロンコの水たまりができました。ペッパはドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私嵐って大好き。ドロンコの水たまりができるんだもん。パシ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 。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ、じゃあ今度はジョージが投げて私がキャッチするね。ジョージ、おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。
頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった、しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。グランマピックとグランパピックはペッパとジョージのために宝探しの準備中です。グランマピックは宝の地図を描いています。グランパピックは庭に宝物を埋めています。グランパピック、終わりました。もうすぐペッパとジョージが来ちゃいますよ。そう焦らんでも平気だよ、グランマピック。ペッパたちがやってきました。グランパピック、急いで、もう着きましたよ。おう、もう終わるよ。なんとか埋め終わったようです。グランマピック、こんにちは。グランマ、二人ともよく来たわね。グランパピック、グランマ、よう来たな、皆の衆。ペッパ、ジョージ、今日は宝探しをしましょう。庭のどこかに宝物が埋まっているんだよ。うわぁ、宝物？どこにあるの？それを自分で探すんだよ。これが宝のありかの地図よ。ジョージには海賊の帽子をあげよう。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパ。どれどれ、なんだって。
おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出してその鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。じゃあ宝物はここだね。よし、掘ってみよう。おかしいな、掘っても何も出てこないぞ。ちょっと待った、この下に何かある。うわー、宝物だ。すごい、すごい、よく見つけたな。この鍵で開けるね。うわー、これはすごい、金のコインじゃないか。かなりたくさんあるぞ。いやー、ところがどっこい、これは金のコインじゃないんだよ。ほらな、中身はチョコレートだ。チョコレートのコインはみんなに一つずつよ。やったペッパとジョージはチョコレートのコインが大好き。グランマ、グランパ、宝探し、とっても楽しかった。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので物がはっきり見えないのです。メガネをかけるとどんなものでもはっきりと見えます。でもメガネを外すとぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピックにとってメガネはとても大切なものです。時々ダディピックはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピックのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね、ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピッグは新聞が読めません。いやはや参ったな、これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持っていったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわ、ペッパ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。なーい。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ！面白くないでしょ？
枕の下を見てみますが、ダディピッグのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にもない。トイレの中にもありません。あれ、見つからないね。ダディピッグのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピッグ、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから。とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。今日はいいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。立派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ早く。ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。大丈夫だよペッパ、競争だ。ダディピッグのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったペッパ、危ない。カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ。まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？うん、私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ、じゃあ早速外そう。ダディピッグはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わあ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？
うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい、ペッパー、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパーは前を見ていません。おやおや、ペッパーはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことよりペッパーが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はい、ダディ、約束します。よし、さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのカボチャはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やったー。秘密。マミーピッグがペッパに特別な箱をくれました。ペッパ、この箱はあなたのために作ったのよ。ありがとう、マミー。これは秘密のものを入れておく秘密の箱なの。それってどんなものを入れればいいの？それはあなたが決めるのよ。あなたの秘密の箱だもの。私何を入れるか決めた。そう、でも言わないでね。うん、言わないよ。ジョージにもダディにも。だって秘密なんだもん。ジョージ、これ秘密の箱なんだ。空っぽなの。だからこの中に入れるものを探さなくちゃ。ジョージは手伝う気満々です。ダメよ、ジョージ、何を入れるか私が決めるの。私が選んでる間、お外で待ってて。ペッパは秘密の箱に入れるものを選びます。秘密の箱がいっぱいになった。ジョージ、中を見ちゃダメだからね。ジョージは箱の中身が知りたくなりました。知りたいなら当ててみてもいいよ。ダイナソー。ペッパがダイナソーを入れたと思ったようです。もうジョージったら、なんでもダイナソーって言うんだから。でもダイナソーは大きすぎてここには入らないよ。ジョージには箱の中身が分かりません。ダディピックは絵のお掃除中。ダディ、これ私の秘密の箱よ。マミーが作ってくれたの。ああ、それはよかったね。何を入れたの？秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ、2回間違えてから終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった、どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う、箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパー、あなたが箱の中を見せてあげれば、ジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ、1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3! ジョージは太鼓、ペッパーはトランペットでした。いいね、なかなかうまいぞ。
他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ？冷蔵庫？外れ！もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおっと。マミーも。楽器を弾こう。マミーピックとダディピックはお片付けをしています。屋根裏部屋でこの古い箱を見つけたんだ。中に何が入ってたと思う？わかんない。いろいろな楽器が入ってたのよ。うわちょっと古いんだけどね。あっちゅマミーが子供の頃に弾いてたバイオリンだわ。マミー、バイオリン弾いてみて。ずっと弾いてなかったからどうかしら。お願いマミー、弾いて弾いて。忘れてないといいけど。ブラボー！すごい！マミー、私にも弾かせて。こうやって持つのよ。はい、マミー。おやおや、あまり綺麗な音ではありませんね。ジョージも弾きたいようです。こうやって持つんだよ、ジョージ。これではバイオリンがかわいそうです。バイオリン弾くのって難しいね。ペッパー、太鼓だったらうまくできるんじゃない？ありがとう、ダディ。これはいい感じです。ペッパーは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時、これを弾いてたよね。ダディピック、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ。アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。ジョージは何を弾くのでしょうか。ジョージがホルンを吹いています。ホルンはマミーも吹けなかったし、ダディも吹けなかったし、私も全然吹けなかったのに。
ジョージはホルンが上手ね。ペッパとジョージがグランパのお手伝いに来ました。とっても綺麗な蝶々です。グランパ、どうして蝶々はお花が好きなの？蝶々はね、お花の蜜を吸うんだよ。どうやって？蝶々には長い舌があるんだ。私のより長いの？そうだよ。蝶々の舌はペッパのよりずっと長いんだ。それを使ってお花の蜜を吸うんだよ。わあ。ペッパ、蝶々はお前をお花と間違えたようだな。私はお花じゃないよ。私はペッパピッグ。蝶々って本当に可愛い。私蝶々になりたいな。ペッパは蝶々になりきっています。私は蝶々よ。ジョージも真似をします。ジョージ、蝶々は私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった。ジョージはくねくねのミミズさんね。見て見て、私はちょっとなの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。蝶々になりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、かわいいチョウチョだもん。お、見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。グランパ、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。グランパはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き。くねくねのミミズ。いやー、楽しかったな。よし、次はどんな生き物になろうか。わかんない。見て、グランパ、ちっちゃいカエルさんだよ。それじゃあ今度はカエルさんになってみるかい？でもカエルはチョウチョやクネクネのミミズみたいに可愛くないね。カエルならお前の好きな遊びができるぞ。カエルもお人形さんで遊ぶの？いやいや、ペッパ、お前の好きな遊びは何だい？水たまり飛び跳ねるな。そう、カエルも水たまりで飛び跳ねるのが好きなんだ。よし、ジョージ、カエルさんになろう。私はカエル。私はカエル。遊ぶのにぴったりな大きな水たまりです。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなも水たまりで遊ぶのが大好きです。チョウチョもミミズも楽しかったけど、やっぱりカエルさんが一番いいね。
ごっこ。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろ。箱には古い服が入っています。うわぁ、コスタディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子、それとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私、ペッパじゃないもん。私はマミーピック。そうね、そうだった。どうも、マミーピッグ。こんにちは。こっちはダディピッグよ。ジョージ。あら、こんにちは、ダディピッグ。ちょっと失礼。私、仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピッグ、すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピッグ、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピッグに。ダディピッグ、さよなら。ダディピッグは庭で穴を掘っています。やあ、ペッパ。やあ、ジョージ。ペッパじゃないよ。私はマミーピック。こっちはダディピック。ダディピックは仕事をしに来たの。それは助かるよ、ダディピック。でも気をつけて。深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これはここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミ。私たち、マミーとダディに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、靴はどうしたんだい？あれ、なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい。
みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピッグは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。お買い靴にしてもいい？マミー。もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ。2人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので、庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど、靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよ、ジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。わーい、水たまりで遊ぶなら長靴を履かないとね。歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物、スパゲッティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわね。なんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたの？ペッパ、鏡を見てごらんなさい。ああ。私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よ、ペッパ。それは乳歯よ。
抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て、その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。歯の妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんはペッパ。抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとうペッパ、おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて、もう朝よ。え？私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見てペッパ、歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったー。ゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから。それで歯の妖精さんに会うんだ。パンケーキ。ティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、おいしいんだよな。パンケーキ大好き。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ、任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ。フライパンの調子が悪かったんだ。マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。
はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごいもっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。とっても美味しい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2の3、それ。こりゃ美味しいね。ダディった。お留守番。マミーピッグとダディピッグがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピッグ、グランパピッグ、グランマ、グランパ、二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほらベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミー。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミー。本当にいい子たちだこと。マミーピッグとダディピッグが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミーピッグに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ、起きてる？一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。
驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はあ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえあれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうで、ね、いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうで、ね、次は私。それ、うん、もっと高く、わー。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった、じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。ほら捕まえちゃうわよ。マミーピックとダディーピックが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい？子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。風のお城。今日はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピーク。あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風のお城に出発。ねえ、まだ着かないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピックが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。うん、ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参？降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路、なんだか地図と違ってるみたいで。やだ、ダディピッグ。迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。
グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城。そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やった。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう。てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし、グランパピーク、今風のお城からそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風のお城大好き。ペッパとジョージが庭で遊んでいます。ボール投げて。強く投げちゃいけないんだよ、ジョージ。だから今のは私の勝ち。私の番ね。また私の勝ち。ペッパ、ジョージ、今日はいとこのクロエが遊びに来るわよ。やった、クロエが来る。ジョージ、クロエは私と同じで大きいの。だからちっちゃいことは遊んでくれないかも。クロエは二人と一緒に遊んでくれるよ。クロエが来た。ペッパたちのおばさん、アンティーピックがクロエを送ってきました。クロエはペッパとジョージのいとこ。二人よりもちょっとお姉さんです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。じゃあ後でな。何をして遊ぶ？鬼ごっこしようよ。ペッパは鬼ごっこが大好き。まだ鬼ごっこしてるの？ちっちゃい子の遊びだよ。ああ、鬼ごっこって言ったのはジョージがやりたがるからだよ。わかった、それならやりましょう。普通のルールでやる？それとも赤ちゃんルール？普通のルール。じゃあ行くよ。ペッパ、あなたが鬼ね。捕まえてごらん。ペッパが鬼です。クロエとジョージを追いかけないと。ほら、こっちだよ。よし、ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか？いい、助けてくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほら、こっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない。違うことしようよ。いいよ、おっきい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる、私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ、今動いた。スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよね、ジョージ。今度はクロエが鬼です。
絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ、今動いた。スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった。私が一番好きな遊び、大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。クロエの分の長靴も持ってきたよ。大きい子は水たまりでは遊ばないのよ。そう、じゃあやめるよ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。大人っぽく見られたいペッパは遊びたいのを我慢しています。泥んこの水たまりで遊んでるの？マミーとダディも泥んこの水たまりが大好きです。楽しそうだね。そうだよ、楽しいの。大きい子も水たまりで遊んでいいっていうルールがあったかも。そっか、いいルールだね。競争ね。待って。ペッパとクロエも泥んこの水たまりで遊ぶのが大好き。大きくなってもみんな泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いて泥んこの水たまりへ。泥んこの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よペッパ、今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やった、ビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はい、マミペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディーピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。行こうジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えるとマミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリームはいかが？ミスラビットのアイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？暑い時期ミスラビットはアイスクリームを売っています。マミーダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やった。ダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピックとペッパにジョージ。どうもミスラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら、ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー
ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとう、ミスラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピック暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわね、ペッパ。うわぁ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったから。お水をかけてあげたの。ああ、そうか。ありがとう、ペッパ。見て、水たまりができてる。いくよ、ジョージ。長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。クロエの人形劇。今日はアンクルピックとアンティーピック、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピックはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピック、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピックはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパ、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピックとアンティーピックの家に着きました。アンティーピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや、元気かい兄さん。アンクルピックはダディピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわ、お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。で、こっちは私のパパ、アンクルピック。よう、ペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガー。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。キャー。ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、
これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい。タティが言ってたの。アンクルピッグはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り、いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん、どうなった。ん、人形劇はいつになったら始まるんだ。ダディ、運動する。マミーピッグがテレビを見ながら運動しています。はい、手足を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、はあ、テレビって最高だよな。何の番組だい。体を鍛えるエクササイズの番組よ。ダディには関係ないな。ダディの体は完璧。でもそうは見えないよ、ダディ。その音が大きすぎるでしょ。すごいんだぞ、見せてやろう。どうすればいいんだ。つま先に触って、こうやるの。簡単。ダディ、つま先に手が届かないふりしてもダメだよ。あ、ふりをしてるわけじゃないんだけど。ダディピックは本当に手が届かないようです。そうなの、ダディ。それは良くないね。うん、少し運動した方が良さそうだな。そうだよ、ダディ。よし、やるぞ、明日から。ダディピック、今すぐ運動しないとダメよ。うん、大丈夫よ、ダディ。私が手伝ってあげる。そうだな、頼むよ。ペッパ、お前がダディのコーチだ。何からやればいい。じゃあ、最初は腕立て伏せね。簡単だ。1、2、どうだい。上手だよ、ダディ。それじゃあこれをあと100回やってね。100回もやるの。そうだよ。ペッパー、ランチの準備を手伝って。ダディも手伝うよ。ダメだよ、ダディ。ダディは腕立て伏せを100回やるの。うん、1、2、マミーピッグとペッパとジョージはランチの準備中。ダディピッグは腕立て伏せを続けています。ダディすごく頑張ってるね。10、頑張りすぎないといいけど。見に行ってくる。13 14 15 16 17。ダディったらズルしてる。腕立て伏せしてないじゃない。なあ、その面白そうなテレビをやっていたんだよ。怠け者ね。マミーが前に使ってたエクササイズバイクはどう。なあ、これなら楽しそうだ。自転車を漕ぎながら大好きなテレビを見られるぞ。やっぱりダメだな。自転車がうるさくてテレビの音が聞こえないよ。だけど何か運動しなくちゃ。わかった、私の自転車使えばいいよ。そうね、外の空気を吸った方がいいわ。ダディがペッパの自転車に乗ります。ダディ、これがペダルで、これがブレーキで、これがベルね。わかってるよ、ペッパ、ありがとう。じゃあな。楽ちん楽ちん。体を鍛えるのは大変です。これなら漕がずに鍛えられるぞ。どんどんスピードが上がります。おう、スピードを落とさないと。あ、ブレーキが効かないぞ、助けて。ダディピックはまだ戻ってきません。マミー、ダディどうしたのかな。大丈夫よ、ペッパ。ダディはきっと楽しくてつい遠くまで行っちゃったのよ。どう。ダディ、どこへ行ってたの。行きはピューッと走って降りたんだけど、帰りは自転車を押して上がってきた。まあ、大変だったわね。とにかく運動はできたよ。ええ、今日の分は。
どういう意味？明日はもっと運動しないとね。ダディ、体を鍛えるなら毎日運動しないといけないんだよ。嘘だろ。大丈夫よ、ダディ。私がコーチしてあげる。ほんと、厳しいコーチだ。バレエのレッスン。今日は初めてのバレエのレッスン。教えてくれるのはマダムガゼルです。あらまあ、あなたがペッパピッグね。私が先生のマダムガゼルよ。こんにちは、マダム。まあ、可愛らしいこと。今日が初めてのバレエのレッスンね。みんなと一緒に楽しみましょう。後で迎えに来るわね。バイバイ。楽しんでね。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。皆さん、今日から新しい仲間が増えますよ。ペッパピッグです。さあペッパ、みんなのところへ行って。みんなよろしくね。よろしくペッパ。始めますよ。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ。プティジュテ、優雅に美しく。プティジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、にゃお。ねえ。まあ、ねえ、ねえ。優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくて、ダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。難しいんだろ。私はすぐにできたよ。でもダディやジョージやマミーにはすっごく難しいと思う。まず音楽をかきます。よろしい。それじゃ、ジョージ、ダディ、マミー、みんな私の真似してね。マダムガゼルは変なこと言ってたけど、いい？ただこうやって膝を曲げてからジャンプするの。ああ、それはプティジュテだ。ダディ、なんでその言葉知ってるの？マミーとダディはバレエが得意だったんだ。ダディピッグ、気をつけて。一番好きだったのはパドドゥだ。それ！前はこうはならなかったのに。ダディピッグったら。バレエはペッパに任せた方が良さそうだな。そうだよ、私が一番上手だもん。私は美しい白鳥よ。
今日はみんなでドライブに出かけます。みんな準備はいいかな？いいよ。ダディピッグ、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りてみてごらんなさい。こんなの大したことないよ。中の方がもっと汚い。へへへダディは困った汚し屋さん。ダディは困った汚し屋さん。このゴミを見て。新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスターダイナソー。ダイナソーガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。うん、わかったよマミーピッグ。マミー、お掃除手伝ってもいい？え、もちろんよ。やったダディピッグは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピッグが車の屋根を、マミーピッグがボンネットを、ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが手が届きません。まあジョージ、マミーが手伝うわ。おやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。泥んこ洗い流すね。ペッパ、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピッグが水を出します。水が出ないよ。わあ！あ、ペッパやめて。ごめんなさいマミあれ、あ、ダディピッグ、水を止めてちょうだい。うん、慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピッグも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな準備はいいかな？オッケー。それじゃあ出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピッグ。はい、マミーピッグ。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。おねむなプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。
ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさいマミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて、鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？ああ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわあ、うわあ。あらまあ、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ失礼、ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのはこのお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ、全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたからすっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。ペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソー。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちは、ダディピック。看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ？私本物じゃないの。真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい？僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。にゃお。私は魔女よ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ。僕はピエロ。
面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ。私は人参。素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよ。みんないらっしゃい。こんにちは、ペッパ。こんにちは、スージ。私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちは、プリンセス。ね、私は看護師のスージ。では、お口を大きく開けて。あー。あー。ねえ。僕はピエロ。じゃあ、面白いことして。レベッカ、なんで人参の格好してるの？人参好きだから。ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよ、ペッパ。ミャオ。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。ミャオ。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソおやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私は私。今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあ、すごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー。みんなの病気を治すの。とっても素敵よ、スージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあ、たまげた。次はキャンディ。ミャオ。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほら、よしなさい。ごめんなさい、マミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖いダイナソーなんだよね。ガウェー。みんなとってもいいと思います。やったー。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん。一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの？もう一度誰が一番か選んで。わかった。一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。博物館。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わあ、ダイナソーが。あら、マミピック。どうも、ミスラビット。チケットは何枚いるかしら？大人2枚に子供2枚。ダイナソーガー。それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわあ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。
これはクイーンのドレス。すっごく素敵だね。ほら見て、ペッパ。これはクイーンの黄金の王冠よ。わあ、とってもキラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ。昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミ、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。うん、おいしかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー。ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。うわ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガー。ジョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー。ダイナソーが来る。助けて助けて。ガーガーガー。このダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋。ダディ、写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。ダディ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピッグが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよ、ダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよ、ダディ。大丈夫だよ、ペッパ。
すぐ抜けるから。うわあ、もうダディ本当に首を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの。別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの。ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。ペッパー、それは内緒だ。